オホスネグロスは、スペインアラゴン州テルエル県のムニシピオ。自治体中心部の標高は1151メートル。年平均気温は、摂氏10.3度と穏やかであり、年降水量は525ミリメートルと少ない。コマルカの中心地であるカラモーチャからの距離は31キロメートル、テルエル県の県とテルエルからの距離は73キロメートルで、ある。 メネーラ山地の鉄鉱石採掘場イベリコ山系のメネーラ山地に近い工業の町であり、メネーラ山地では露天掘りによる鉄鉱石の採掘が行われている。メネラとはスペイン語の鉱石という単語に由来しており、古代ケルティベリア人や古代ローマ人の時代から豊かな交渉が開発されていた。採掘した鉄鉱石を地中海に面したバレンシア県サグントの港に 運搬するために、1903年にはシエラ・メネーラ、鉱山会社によって全長を2 0 0トルにも及ぶ鉄道が建設されたが、これは民間企業によるヨーロッパ最長の鉄道路線だった。1910年には3010人の人口を有していたが、1930年には2854人、1950年には1800人、 1970年には1262人となっている。1987年にはシエラ・メネーラ、鉱山会社が破産し、鉱山が閉鎖されたため、オホスネグロスを失業問題が襲った。1991年の人口は647人となり、2016年には405人にまで減少している。 シエラ・メネーラ鉱山会社が存在した1900年から1987年には多くの住民が鉱山に近いミネーロ地区に住んでいたが今日のミネーロ地区には約40人しか住んでいない。ありがとうございます。